はい、NHK と裁判してると弁護士法72条違反でという名の国政政党党首立花隆が NHK をぶっ壊すということで、公開されるのは8月の30日になると思うんですが、現在8月26日令和3年8月26日2021年であります。本日10時と10時10分からNHK の弁護士法違反に関する裁判2件、別の裁判ですけれども行われました。そのうちの1件なんですが、結構まあ煮詰まってきたというか方向性が見えてきました。訴えているのは F さんという市川市にお住まいの男性の方です。もともと F さんは NHK と契約する義務がなかったと主張しています。テレビがないのに、中島という集金人によって、契約をしなきゃいけないと誤認をしてしまったので、間違ってしまって契約しましたという主張をですね、NHK から訴えられたんですよ。YouTube も過去残ってます。で、この NHK から受信料払い、テレビがないので解約するにしてもテレビがそもそもないから、テレビを捨てたっていう 書類も出せないからということで、F さんと NHK が結局揉めてた中で、 NHK から F さんが裁判されて、 F さんがこれ負けてしまって、今受信料払えという判決が確定している中、この中島集金人を NHK と F さんの前訴、もうすでに終わった裁判でこの中島集金人を読んで、当日ね、平成24年なんで今から9年前になるんですけど、契約したこの F さんと中島集金の間でどういう話があったのかを聞きたいという話をしたんですが、市川簡易裁判所と控訴した千葉地方裁判所は、この中島集金人の陳述書、証人どころか陳述書も出させずに NHK に勝利勝訴させたという状況だったんですね。で、これはちょっととんでもないぞということで、F さんがじゃあ NHK と裁判してももう勝てない、受信料に関してはもう仕方ないにしても、いや、そもそもこの中島集金人の当日の対応っていうのが、契約時の対応が弁護士法72条違反になるんじゃないかということで、中島集金人を被告とした裁判を提訴したっていう、その裁判です。で、NHK は前回この裁判を提訴したんですが、ここが今原告なんですね。で、被告は中島集金人個人です。で、 NHK は補助参加という形で補助参加人ということで、今回の裁判には被告の補助参加をっていう形で出てきてるっていう、こう裁判の期日が今日行われたと、こういうことなんですけども、NHK 側はすでに F さんとの裁判終わってるから、この F さんと中島集金人の裁判っていうのは別に、当事者が違います。前の裁判は原告被告、 NHK 原告 F さん被告、今回の裁判は F さん原告中島集金人被告なので、まず当事者が全然違うっていうことで、 NHK は F さんに受信料を払えだったんですね。で、 F さんは NHK に対して反訴してるんですが、払った受信料を返してくれという争いをしてるわけですね。でも今回はこの中島集金人の弁護士法72条違反に伴う損害賠償の請求、いわゆる慰謝料を払ってくださいという裁判をしてるんですね。で、これをちなみに NHK 側は基本的には当事者が違うし請求物も違うんだけども、同じ結局は同じ裁判をしてるっていうか同じ争点だから、これは裁判する権利の乱用だみたいなことを言ってきてるんですが、裁判は裁判長の方、裁判官の方はそれを認めずに、次回10月の5日の期日を出したということです。で、それ以外に NHK 側はこの中島集金人の氏名と住所、これすごくこだわってるじゃないですか。氏名と住所を出すために、僕は NHK の職員の内部通報
いわゆる公益通報者保護法に基づく通報を受けて、僕がそれを F さんに渡したというこういう流れなんです。というのは NHK が F さんを訴えていた時にはこの中島集金人があの委託会社のクルーガーの社員であるとか彼の住所がわからないわけですね。で、NHK の、まあ、職員、これ NHK は、まあ、前回僕が NHK スパイと言ったんで NHK 裁判ではスパイと言ってきてるんですけども、あの立花に協力している NHK 職員といいように言い換えます。で、立花に協力してくれている NHK 職員がいるからいろんな情報が入ってくるんです。ここすごく大事で、例えばこういうのがそうですよね。取扱注意秘密情報って書いて NHK 営業局2019年8月っていうのは NHK 党が国政政党になったのがこの年の7月ですから、放送受信契約書など記入に関するルールの徹底って、こんなのね、ルールの徹底するような書類をなぜ秘密にするんですか。公にしたらいいわけでしょ。受信機設置日と契約締結日の違点、お客様から受信機設置日について尋ねた場合は放送受信料は受信機の設置の次からお支払いいただく必要があることを説明します。当たり前のことでしょう。受信機設置日設置月覚えていない、わからないという場合には確実に受信機があった月の末日を申し出ていただきます。こんな法律にないような指示をしてるからこれ秘密になるんです。やっちゃいけないんです。これどこに出して当ててるかって、法人事業者の皆さん、ここね、 NHK が委託している会社にこんな内緒の文書を送ってるわけです。でもこの内緒の文書が僕どこに届いてるっていうことは、俺当然 NHK の集金人レベルはこういうのは見せてもらってもすぐに回収されるので、NHK の職員レベルじゃないと、職員じゃないと渡せないです僕に。だからNHK の職員が立花に NHK の内部の情報や、これ EGGS っていうのは NHK の内部のまあその収納データですね、誰がどこに行った、いつ行った、どういう返事があったみたいなものをまあ書いてるんですけど、これ個人情報、個人方法だ、個人情報ね。確かに住所や携帯番号、氏名が書いてあるんで個人情報なんですが、これを外部に漏らすことが不正競争防止法違反だって、僕は今これで被告になってるんですけども、その個人情報を外に持っていくのはいわゆる守秘義務違反ですね。職務上知り得た秘密を外に出しちゃいけないという守秘義務違反です。で、一方で公益通報者保護法っていうのがあって、これはいわゆる内部告発者を守るための法律なんですよ。企業が悪いことをしていることを企業の中にいる職員、いわゆる労働者が外に通報しないと見つけられないわけですよ。例えば赤福餅製造日を偽ってたとか、不二家が何か中に混入してたとかね、あったでしょ。あと千葉吉兆とかね、そのおにぎりの製造日を1日ごまかしてるとか、そういうのはおにぎりを作ってる従業員しかわからないことなんです。で、同じように今回この中島集金人が弁護士法違反や放送法違反をしてるっていうことをこの NHK 職員は分かっているので、それを僕に教えてくれたわけです。で、この人の住所や名前がないと裁判できないわけですね。これ千代君の時にも住所名前教えてくれってやったんですけども、そもそもこの個人情報保護、これね、こっちか、個人情報保護法っていうのは、これね、個人情報保護法ってなんか個人の情報を守られるために作られたというふうに思ってる人多いと思うんですが、全然そうじゃないですよ。公務員とか NHK とか都合の悪い人が民事裁判で訴えられないようにするために作られたんです、本当は。で、これを持ち出したらね、犯罪者にするぞっていう法律を作って内部告発を抑制してるんです、これ。で、一方でこの国はちょっと矛盾してるんですけど、公益通報者保護法、内部告発をした人もちゃんと正当な理由があればそれは守りますと、クビにしないとか、もちろん犯罪にしないっていう、このね、
通報義務と守秘義務っていうのは常に相反してます。全くこっちとこっち外向いてるんですよ。ちょっとまあ話がそれて申し訳ないんで、この話をするとね、僕が NHK 職員の時に守秘義務っていうのはあったんです。どういう義務かっていうと、例えば大相撲協会との契約、相撲協会との放送権料、年間30億円プラス消費税です。これは黙っとかなければいけない情報だっていうのが NHK の考えなんですね。読売巨人軍に、読売新聞に1社1億円払ってる、それは守秘義務なんだ。でも僕からしたら、いや相撲協会30億払って高校野球0円ですよ。放送権料払ってないですよ。それは国民に通報する必要性があるでしょっていうことで、僕は週刊誌にその情報をリークした、内部情報をリークした。そうすると通報義務はない、守秘義務違反だっていうことで、ここは罰せられた、就業規則違反ということで懲戒処分受けたんです。いや、一方で今オリンピック、まあ、パラリンピックやってますけども、オリンピックの時に裏金を作った、領収書を偽造して飲み会に使った、だこれは受信料という公金を不正に使っているので、通報義務としてこっちで認められたんです。だこっちは処分受けてないんですよ。だこのようにオリンピックじゃないわ、巨人軍にむちゃくちゃお金払ってるとか、相撲協会のお金払ってるっていうのは通報義務にはならない。ただ NHK の内部で不正経理をしてることは守秘義務よりも通報義務の方が優越すると判断をされました。もう15年前の話ですけど、15年以上前の話か。まあこういう状態で今僕と同じ立場の、まあ、NHK の職員の人が、いやさすがにな、今の集金にむちゃくちゃやりすぎやな、だから立花頼むわと、なんとかそういうね NHK の悪いところを正してくれということで、このように公益通報者保護法に基づいて僕に情報を出してくれてる、僕はそう思ってます。でも NHK 側は不正競争防止法違反だっていうことは言ってます。まあいずれにしても今回の裁判はこの中島集金人が裁判所に出てきて喋ってくれないと真実は明らかにならないんです。すでに、まあ、F さんは前の裁判で被告人いわゆる本人尋問をしてるんで、ね、裁判所の前で裁判官の前で宣誓をして誓ってる、喋ってるんですが、中島周期に至っては陳述書すら出してないという状況なんですよ。勝手に NHK 側が忖度して中島さんはこう言っただろうっていうのはね、まあ、今回の NHK の主張の中にも、こういう主張が出てきていまして、ちょっとねびっくりしたんですけど、ね、今度は放送受信契約の契約を取り次ぎた被告を相手として、これ周期に、中島周期に、かっこなお前訴においても被告を相手に追加することは十分可能であったって言ってるんですけど、いやいやちょっと待ってくれと、 NHK は中島集金人の氏名や住所出してないのに、この内部通報がなければどうやって中島さんを被告に追加することができたのか、まあ、NHK の言ってること相当矛盾してます。であとですね、ここ本件契約、本件受信契約はルーティン的に取り継いだに過ぎない被告、要は NHK が言っている集金人の行動っていうのはルーティン的、まあ、ルーティンと言ってますが、ルーティン的と言ってるんですね。いわゆるルーティンというのは同じものを繰り返すということですね。ということは NHK の職員がね、まあ、ここですね、 NHK の委託会社の社員である中島さんがピンポン NHK です、委託会社の中島と言います、まあね、クルーガーグループ中島と言います、テレビをお持ちだったら契約してくださいと、このようなことをルーティーンでやってるんであれば問題ないです。テレビの設置日はいつですか、衛星放送ですか、地上放送ですか、映るのはみたいなことをルーティーンでやってるのはそれ全然構わない、それは適法なんです。でこちらが言ってるのは、いやそもそも中島さんテレビがあるかどうか確認しましたかっていうところで、特にまあポイントになるのは書面でおかしなことが残っていて、平成24年の7月に契約しているのに6月分からの受信料を受け取ってるんです NHK は。
こう、まあ、中島さんが現金で受け取ってるんですね。で、書面のどこにも6月っていうのはないですね。7月に契約してるのに6月分に遡って受信料を F さんは払わされてると。まあ、これがルーティーンじゃないですよね。交渉になるわけですよね。じゃあなぜ7月からなのに6月にしたのかは中島集金に聞いてみないとわからないんですよ。で、そういう交渉をすることが弁護士法72条違反になるということだというね、こっちは主張してます。だから、まあ、これまで別の、例えば裁判では、そもそも法律事件じゃないって言ってるんですけど、もうこの事件は思いっきり法律事件です。もうすでに NHK がエコさん訴えてるんで。ということは、ここで NHK 法律事件ということができないですね。で、僕は本当に NHK の弁護士っていうのは今もう手詰まり状態になってると思うんですけども、理屈は間違いなく勝ってます。法律上の理屈は勝ってます。でさ、問題は法律通りに裁判所がちゃんと裁判判決を出してくれるのかっていうところなんですね。で、ここは有権者の皆さん、いわゆる主権者の皆さん、この国民の下に三権っていうのは分立されてます。司法、立法、行政ね。要は偉いのは国民なんですよ。だから皆さんがこの裁判しっかりと注目をしていただいて、ポイントはここです。次の期日10月の5日に設定されまして、2時から。ただまあこのコロナの状況なので残念ながらウェブ会議であります。私も参加できません。弁護士の前田先生が裁判所とつながって、 NHK の弁護士とつながってやってる状態で、この10月の5日何が決まるかっていうと、この中島集金人を尋問させてくれと、この間の千代君と同じですよね。これがこう認められるかどうかがもう全てだと思います。認められればおそらく12月遅くても1月には中島集金の尋問が行われ、その尋問の結果を受けて最終準備書面っていうのが出されて、決心して判決と。まあずれ込む可能性はありますけども、まあ判決が4月、遅くても5月、6月になると。まあいわゆる来年の参議院選挙前には弁護士法72条違反に関する判決が一つが出るんじゃないかなと思ってますが、もうすでにここが一番ポイントですね。ポイントっていうか運命の分かれ道はここですね。もう10月の5日に裁判官が、中島集金人を呼ぶ必要性がないと言い出したら、もうこれはもう負けです。で、呼ぶとなったらこの12月の尋問というのは、これは尋問というのはさすがにウェブではできませんので、ウェブでやるにしても傍聴人は入れますから、ここがこのポイントになってきます。で、もう実際中島集金人が出てきたらもう多分お手上げだと思います。だってこちらは攻めるものがいっぱいありすぎて困るんです。こういったものもすでにもうこちらに入ってきていますので、もう受信機の設置日についてはこのようなことを言われてるけども、じゃあ受信機の設置日について確認しましたかとか、わからない場合どうしたらいいんですか、中島集金人はどのようにしてましたかとかって言われると、もうアタフタですよ。もう多分まともな回答ができない。だからもう NHK はもう必死になってこの中島集金人が法廷に出なくていいように、わけのわからない、わけのわからないというか、まあ抗弁してます、反論してます。まあ、問題は裁判官が真っ当な国民目線の真っ当な人かどうか、あとはもうそこを祈るしかないというところになります。で、もう一件の方ですね、例の稲葉周作の裁判というのも今日行われましたので、これはちょっと私今日それ地位には行ってなくて、山本真代弁護士の報告を待ってまた出したいと思ってます。まあ、いずれにしても30日の公開になると思いますので、この後のもう一件の弁護士違反の裁判の方もぜひご覧いただきたいと思います。以上です。 NHK と裁判してると、NHK と裁判してると弁護士法72条違反でという名の国政政党、略称 NHK 党党首立花隆が NHK をぶっ壊